サッカーボール。サッカーボールは、サッカーで使用されるボールである。サッカーのボールに関するルールの取り決めは、ロー・オブ・ザ・ゲー、日本サッカー協会では、サッカー競技規則の第2条、ボール、ザ・ボールに定められている。条項の内容は、以下の通りである。ただし、16歳未満の競技者、女子、35歳以上のカテゴリーにおいては以下を、大会の競技規則で修正できる。 また、試合や大会によっては、複数個の予備球をあらかじめ用意しておき、試合玉の回収に時間がかかる場合などに、審判の明示的許可を経ずボールを交換できるようになっている、いわゆるマルチボールシステム。ただし、予備玉はいずれも、上記のボールの条件を満たすものでなければならず、またすべてのボールは審判の管理下にあるものとみなされる。 現在世界で生産される手縫いのサッカーボールの70%から80%程度がパキスタンで製造されている。パキスタンでの製造が多い理由として、1947年までイギリスの植民地であったこと、外部パネルの原料となる比較と内部を膨らませる、膀胱を供給する牛がたくさんいたこと、特にヒンドゥー教国である隣のインドと比較して、イスラームがマジョリティであるパキスタンでは、 牛の屠殺対して抵抗がなかったことが挙げられる。サッカーの黎明期となる19世紀末まではこれらの原料をイギリスに輸送した上で生産が行われていたが完成品をパキスタンで作る方がコストを省けことが分かったため20世紀に入るとパキスタン、特にツヤアルコート、シアルコット地域において製造が増大した。こうした手縫いのサッカーボールの製造は長らく、 家内製紙工業によって支えられてきた。スイアールコートで生産されるサッカーボールは有力スポーツメーカーに収められ世界シェアの75%を占めるほどの生産コートなった。しかし1996年の ILO の調査によりスイアールコートの約7000人の子供がほとんど学校に行かないまま児童労働に従事していることが明。事態を憂慮したフフは 国連児童基金、ユニセフと同意の上1998年のワールドカップフランス大会から児童の労働によって生産された手縫いのサッカーボールを使用しないことを決定。サッカーボールの生産の場から児童労働の排除が行われるきっかけとなった。昔のサッカーボールは牛の天然側側で作られていた。そのため雨などで水分を吸収すると重くなった。 1986年のメキシコ大会から人工比較性のサッカーボールが使用されるようになり、天候による影響を受けにくくなった。創世期から1960年代までは12枚、ないしは18枚の細長い革で構成されているボール、ゲイリックフットボールのボールと同一が一般的であった。1960年代になると、 黒塗りの五角形の皮12枚と白塗りの六角形の皮20枚で構成された切れ一旦だけ二重面体のボールが登場した。当時、モノクロの TV 放送が普及したこともあり、従来の白や茶色ではなく見やすい白黒に色分けされたという。ワールドカップでは1970年のメキシコ大会からこの白と黒のボール、テルスターが採用されている。これは アディダス社が大会のスポンサーとなり、モルテン社製作の OEM 契約によるボールの提供を始めたのと一致する。この形状はアディダス以外のメーカーでも一般的に採用されるようになり、サッカーボールといえばこの形状を指すようにいった。以来長期にわたり、表面のデザインは変更されつつも、五角形と六角形の組み合わせが採用され続けた。 2006年のドイツ大会でアディダス社が提供するチームガイストはこれまでのボールの形状と全く構造をことにしている。このボールの外部パネルはプロペラ上のパネル6枚とローター上のパネル枚の計14枚で構成されており、よりマダマに近い形状にするためのデザインが施されているほか、パネルの組み立ては手縫いではなく溶着技術、技術はモルテンが 開発が導入されている。パネルの数が減るにつれ、ボールの飛び方が安定するという考察がある。パネル同士のつなぎ目の溝の長さが短くなって、ボールが球体に近くなること、さらに重さの型よりも減らせるということが、その理由として挙げられている。ただ、ジャブラには2種類の形が異なるパネルの組み合わせであり、これが飛球時に、 ブレダマが多いとされる原因ではなかという指摘もある。ブラズーカは同じ形のパネルのみで構成されている。ゴールやラインを超えたかどうかの審判のミスを防ぐために IC チップ内蔵サッカーボールの使用が検討されている。2005年にペルーで開催された FIFAU-17 世界選手権大会ではアディダスが開発した IC チップ内蔵サッカーボールが試験的に使用されたが 誤作動が多く、2006FIFA ワールドカップドイツ大会での採用は見送られた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。